打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。1点返しました。スワロッテマリーンズ、ライト前のタイムリーヒット。5対1、マリーンズ4点差になりました。さあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターは安田、そして塁上には荻野。ここは盗塁もいいかもしれませんね。ええ、どう動いてくるでしょうか。いい送球をするキャッチャーなんで走りにくいかもしれませんね。なるほど、そうですね。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりませんよね。変化球を投げてきそうなタイミングを待っているのかもしれませんね。ああ、なるほど。これが4球目。インサイド落ちました。これはどうだ。2塁を送ります。2塁アウト。バッターボックス鳥谷、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。胸元へ持ってきました。ストライクです。3球目は何で来るか。切れてますよね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックスは6番岡、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー1塁です。引っ張った、岡ヒットが出ました。ツーアウト2塁。バッターボックスには代打の角中、ヒットでランナー2塁1塁。まずはストライク。インサイド落ちました。これはセンターに抜ける。バックホームする。ベンチの期待に応えました。ツーアウト満塁です。さあそしてバッターボックスには江村が入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。ここで1点でも返せればまだまだ分かりませんから、なんとかものにしたいですね。なるほど、そうですね。変化球にバットが空を切ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。さあ外してくるのか。よどい球、わずかに外れています。ストレート打った、抜けていく。ホームに送球する。サードランナーホームイン。マリーンズ1点返しました。5対2になりました。なおも満塁のチャンス。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。こういう場面で1本出るとチームにも勢いが増しますからね。ここで得点が入りました。バッターボックスには代打の井上。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。まあしっかり狙っていたと思いますね。この調子で追い上げていきたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。
まずインコースギリギリへ慎重に投げ込みます。さあ2球目は何か、打ち上げました。ワンバウンドヒットになった、ホームに送球、サードランナーがホームに帰っていきました。マリーンズ1点返しました。5対3、2点差に迫りました。ご覧いただきましょう、代打にタイムリーが出て点差を縮めます。まあまずは追いついてもらいたいですよね。これで2点差と縮まりました。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。イーグルスベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、則本ここで降板です。さあそして打席には福田が入っています。いいバッターが続きますから、このチャンスをものにしたいですね。さあチャンスが続き満塁の場面、攻撃がいい感じになってきてるんで、同点に追いついて流れをつかみたいですよね。なるほど、そうですよね。外の低め見極めます。変化球、これは決まりました。ワンボールツーストライクです。外外ときました。これは見送りました。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。最後は三振、大きなチャンスだったんですが同点には持ち込めませんでした。しかしこの回マリーンズ点差を縮めていきます。6回終了5対3、マリーンズが追い上げを見せています。これから7回、マリーンズに選手の交代がありました。里崎さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回、もう1点もやれない状況ですよね。そうですね。打ちました、鳥谷、アウト、ワンアウトです。バッターは5番鈴木、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。中への変化球外れました。低めの変化球は外れました。ここはファールを落とせるようなボールでもいいですよね。はい、ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックス下鶴、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。2アウトになっています。変化球わずかに外れました。打ちに決まりました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。打ちました、これはどうだ、破りました、センター前、下鶴ヒットが出ます。2アウトランナー1塁、バッターは7番、内田。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッター有利なカウントになりました。
これが3球目。これで3ボール、厳しくなったか。ここは1球見ました。打ちました。セカンド取った。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。5対3、楽天イーグルスがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、マリーンズの攻撃に入ります。マリーンズは代打を送ります。バッターボックスには代打のレアード。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。初球は際どいところに来ました。ストライクです。外に決まりました。ノーボールツーストライク。インサイド落ちました。茂木が抑えています。ワンアウト。イーグルスここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の酒井。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。初球打ち、ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順は4番安田。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。ファウルになります。この球は落としましたが決まりません。追っつけて打ちました。ワンバウンドヒットになりました。安田、これが自身本日の初ヒットになります。2アウトランナー1塁。これが1球目、打ちました。浅村2塁へ、セカンドフォースアウト、3アウトになりました。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。7回終わって5対3、楽天イーグルスがリードしています。これから8回マリーンズに選手の交代がありました。代打いたしました。レアード、そのまま入りサード。これから8回イーグルスは代打を送ります。バッターボックスには代打の藤田に代わりまして、マリーンズビハインドで迎える8回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあもう後がなくなってきてますからね、ゼロを並べていかないといけませんね。そうですよね、一球一打に集中してほしいと思います。これが初球、空振りです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ピッチャーが構えます。田中抑えてワンアウト。バッターボックスには代打の島内に代わりまして、まずはワンアウトを取っています。イーグルスのバッター島内、背番号35。インサイド変化球決まっています。打ちに来ました。あっという間に2ストライクです。
この球は外れています。次は勝負ですね。決め球をいいところに投げれるかどうかですね。なるほど。さあどう来るか。打ちました。これはどうか。取った。ワンアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って茂木。前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。打ちました。取った。セカンド送球。おっと送球がそれた。バッターは DH ブラッシュ。今日はホームランを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。アウトコースへ決めました。